大ブラジル日本人同人会はかつてブラジルに存在した社団法人である。1920年代においてブラジル日経社会唯一の公式な医療機関であった。同人会発行の予防衛生所在ブラジル日本人同人会は1924年から1942年の期間ブラジルで活動した慈善団体である。活動を初期には無意村状態であった。 日系人開拓地への巡回診療を実施。首都、蝶チ,チフスの予防ワクチンの無償配布、毒蛇の高血生の配布、トラホームの検診、十二指腸中とマラリアの撲滅運動と調査研究の実施、日系人向けの予防衛生書とパンフレットの発行、家庭常備薬の無料配布や実費販売を行った。 1930年代には健康相談所と夜間診療所を開所し、地方医局も設置。巡回診療のほかに衛生講習会も開催していた。1940年に開院したサンタクルス病院の建設及び運営に大きく関与した。1942年、全事業活動を停止、解散した。初期の日本移民のほとんどは、 サンパウロ州奥地のコーヒー農地に入植した。古くから、ある高地ではマラリアをはじめフード病への対策が取られていたため、衛生環境は比較的に良好であった。しかし、1920年代以降、日本移民が独立して、借地不合作や原始林の開拓に従事するようになると、マラリアや十二市町虫に感染する日本人が増加していった。しかし、 当時の移民の間で医師の資格を持った者はほとんどいなかったため薬剤師、元看護兵やあんま師を衛生保健担当としたケースが多かった。1940年までは日本移民開拓地で医療設備があり、医師がいて衛生管理ができていたのは日本政府の移民政策による国策会社経営のごく限られた地域のレジストロ。 ブラジル拓殖組合のバストス、アリアンサ、チエテ、南米拓殖株式会社のパラー州、アカラー植民地等であった。戦前のサンパウロ州の田舎には、医師が少なく、交通不便な開拓地へ医師を招くことは、移民にとって大きな負担であった。多大な費用を払って、医師にかかっても言葉が通じないために、適切な治療を受けられず、落とさなくてもよかった命を落とした。 日本人は少なくなかった。こうした背景の中、日本移民の間で、日本人医師の配置が強く望まれていた。1921年、在産パウロ日本国総領事館の藤田、敏郎総領事が、館内の日系人居住地を視察。衛生状態の悪さを憂慮し、本国へ移民の医療衛生対策を要請。1923年、ブラジルの医師免許取得のために、 リオデジャネイロの大学へ4人の医学留学生を派遣。翌1924年、移民の医療衛生応急策として、年額3万6千円が交付されることになった。藤田敏郎の公認の斉藤和総領事は、青柳育太郎、海教師店長をはじめに経営社会の有力者を集め、交付金の具体的な活用法について協議した結果、同年2月27日、 在ブラジル日本人同人会が創立された。創立に立ち会った29名はそのまま理事会員となり、初代理事長には青柳育太郎が就任した。当初、同人会の事務所は海外工業株式会社サンパウロ支店内にあり、1926年に在サンパウロ総領事館内に移動し、1930年12月にサンパウロ市リベルダージに、 独自の事務所を構え、やっと独立体制を整えることができた。同人会の財源は、日本政府の助成金と会費だったが、当時のブラジル日系社会は、経済的にまだ充実しておらず、会費の滞納が多く、補助金への依存度が高かった。一時は、会員数が1000人を突破したが、この体質は改善できなかった。また、創立当初は4万人ほどだった在留日本人が、 1936年には20万人にも達していた。しかし、補助金額は6万円弱にしか増えず、会の運営は困難であった。それでも、創立から2年後の1926年10月には、日本病院建設用地として、サンパウロ市、ビラ・マリアーナに14,100平米を約7万円で購入している。1928年、社団法人として、 ブラジル政府の認可を受け、正式な医療機関となった。1926年、立木七田大使一行が、日本人開拓地を巡視した際に、トラホーム患者が非常に多いことを知り、本国へ撲滅運動資金を権限した。結果、1929年に、日本政府より12000円の指定補助金を交付され、同人会は、眼界の斎藤等を中心に、 トラホーム撲滅部を設置した。この部の活動は各地でトラホーム撲滅講習会を開催し講習を受けた人たちが開拓地へ戻り実際の治療に当たれるように要請した。また、サンパウロ市近郊ではブラジル人医師を講師に招き講習内容を充実させブラジル政府へ活動をアピールしてサンパウロ州政局とサンパウロ以外からの協力を 得ることに成功した。1930年以降、毎年数回にわたって、日本人開拓地へ巡回異問を実施した。異問では、衛生知識に関する講習会、同人会発行の衛生関係の書籍の配布を行った。また、9つの地方医局を設置し、活動範囲を広げていった。九百三十年頃の地方医局の医師陣は、下記の通りであった。 1931年には、無料診察、疾病衛生相談、病院への入院手続きと圧戦、無料検弁等を行う健康相談所を開設。1935年からは2名のブラジル人医師に、日本人助手と看護師を配置した夜間診療所を開設。この診療所では月、水、金には、内科、小児科、精神科、そして火、木、土には、外科。 参加、婦人科の患者を受け付けた。また、この診療所では、細江静尾医師が毎日午後7時から9時の間に、無料で診察を行っていた。1931年、在産パウロに本国総領事館に就任した内山岩太郎総領事が、日系医師を招集し、日本人医師会を結成。招集されたのは、同人会地方医局の医師たちで、 保健衛生問題について討議が行われた。石川の意見は、まず地方都市に小規模な病院を建て、将来的にサンパウロ市に総合病院を建てるであったのに対し、内山総領事は、病院経営には膨大な経費がかかり、日本政府の賛同も得がたい。まず、サンパウロ市に本院を建て、実績を上げてから地方に分院を建設すると、説得し、 日本病院建設規制同盟会が組織された。その後、内山総領事は資材を投じて160個の規制箱を作成し、各地に設置して募金を募った。総領事の、たとえ一枚の瓦でもという呼びかけは、大反響を起こし、病院建設への機運を高めた。1933年1月、第1回法人医師協議会において、 日本病院建設準備委員会が設立された。同年6月18日に、すでに購入済みの病院敷地内で、低組織が行われた。日本病院建設準備委員会は、日本病院建設主意書を作成し、日本国外務省へ送った。主意書では、当時のブラジルの病院の少なさ、公立病院や事前病院の混雑による入院の難しさとそれによって落とされる命、 言葉の壁による問題等を伝え、日本病院建設の必要性を訴えていた。また、当時の日系社会の経済基盤が弱く、自力での病院建設が不可能だったことも同書に述べられていた。この切実な願いが日本へ届き、1934年4月29日に日本病院建設のためにとして5万円が貸視された。これを機に、日本政府は、 日本病院建設指定補助金として30万円を1935年以降参加年で給付することを決定。サンパウロ市においてもサンパウロ市日本病院建設講演会が組織されて大々的に募金活動が行われた。1935年3月8日、在外公会が中心となり、日本病院建設委員会を設立。総裁に田雪大使、 顧問に、内山岩太郎大使館参事官、会長に、市毛構造総領事、中央委員長に、梅本哲夫主席領事、そして、地方委員長には、地方の領事を押し、日経社会の寄付金で建設費の3分の1を、賄う計画を立てた。日本病院建設医師所とともに設計案が、外務省に提出されていた。この設計案に対する、外務省の修正案を取り入れ、 川田明博士が設計を担当することになったが、彼が急成したため計画は一時中断した。これを引き継いだのは、サンパウロ以大教授で、サンパウロ州病院監督局長のレゼンで、ブッシュ博士であった。高齢だった彼の健康上の問題を考慮して、細江静雄が女子としてサポートすることになった。細江は、ブラジルの有名病院を視察して、病室、手術室、 分娩室、食堂、調理室、洗濯場等を細かく調査し、その後、ブッシュと二人で検討し、設計案を作成。最終的には、設計案は、ブッシュと鈴木武志建築技師の両子に検討され、日本病院設計図が完成した。一方、病院の経営法については、同人会は、病院は、日系社会が運営するが、対象は、人種。 国籍を問わず、困窮者には無料診察を施し、我々を受け入れてくれたブラジル社会に貢献する。また、日本ブラジル合同の医学研究の場とし、病院経営では、建設に協力した日本人全体をもって新たな運営団体を設置すると提案。これに、日本から派遣された荒垣久志生外務省顧問医の案が加味され、決定された。 1936年4月5日、サンパウロ市、ビラ・マリアーナク・サンタクルス通りの病院敷地で、日本病院機構式典が行われた。建築責任者には、鈴木建築技師、工事監督には、外務省より派遣された、坂本慎太郎技師が任命された。当初の建設予算は3274コントで、あったが、最終的には4979コントまで、 膨れ上がった。主な原因は日本から輸入した鉄材、コンクリートに対する関税、建築資材の値上がりである。輸入鉄材においては通関手続きに7ヶ月もかかり、それでは工事に支障をきたすため現地で鉄材を調達し、せっかく日本から輸入したが不要となった鉄材を変装する費用が生じた。このような諸雑費が公費の増大に拍車をかけた。また、 日本より派遣された3名の医学博士はブラジルでの医師免許がなく、院長、副院長就任どころか診察、治療もできず、1937年6月に帰国を余儀なくされた。看護師に関しても、同様に資格の有無が問題となり、日本から派遣された2名の看護師長をはじめ日本、病院看護婦養成所で養成された、看護師の集団辞職が問題となった。 この事態に対処すべく、同人会は、サンパウロ以来のベネジット・モンテネグロ外会に、院長就任を要請。副院長には、同人会の武田義信医師が選ばれた。1938年12月、同人会は、日本病院内に移転。翌39年4月29日に落成式を行い、診療を開始した。同年10月10日、同人会は名称を、 ソジーダゲイ・ベネフィセント・サンタクルーズに解消し、定官も改め合法的なブラジル国内の団体となった。1940年9月24日、日本病院の正式な会員式が行われた。当初は同人会病院の名称が望まれたが、当時のブラジル情勢に考慮し、ホスピタル・サンタクルーズと命名された。第二次大戦前に、 ブラジルの日本人が総力を挙げて建設した同病院は地上5階、地下1階、延べ床面積9692平米で病室76、病床200と当時としてブラジル有数の設備を誇り、海外で最大級の日本の建物であった。1941年、ブラジル国内の国水主義は高まり、外国人に対する制約、監視は強化されていった。 そんな中、同年12月8日、太平洋戦争が勃発する。翌42年1月29日、ブラジルは数軸国と国交断絶。同年3月、日本病院は適正国資産としてブラジル連邦政府の管理下に置かれた。会員後、わずか1年半で病院の経営権は日本人の手を離れ、同時に在ブラジル同人会の 全事業活動に終止符が打たれた。同人会解散後、サンパウロ市、カンタレーラが四百十一番にコンスールトリオメディコ、土人会がフェラリー医師の名義で開業。戦後、九百四十七年に、武田義信、細江静夫、木原徹の三名の医師による会員制の同人会診療所が同市、カンタレーラが E116 番に開設された。この診療所は、 実費診療、医療知識の普及活動を行ったが、各医師の個人名義で経営された。同人会の名は、往年の同人会の意思を継ぐ、決意の表明と、日系社会での知名度の高さから、旧同人会の責任者、福川殺前の了解を得て付けられた。その後、1960年に、海外協会連合会から予算が出るようになると、食卓医として、 細江静夫医師を中心に奥地巡回診療が再開される。1972年に細江静夫が同人会診療所を引退すると中心人物を失った同人会は翌73年に解散しその名称での活動に幕が下ろされた。日本病院はその後日本人の手を長い間離れていたが1990年2月に日系人の手に戻ってきた。 現在はサンタクルス日白事前協会に経営されている。ありがとうございます。